さあ皆さんこんにちは、ダイタルです。星のカービィスターアライズアップデートきましたね。ちょっと遊んでみましょうか。まだ 100% クリアしてないんですけどね。うっしょ、これだー。レック&カイアクーがまとめてカービィ2からやってきた。マルク、スパデラからラスボスマルク、出た出た。グーイ、星のカービィ3から相棒グーイがやってきた。イエーイ。ってことで追加でーす。新たなドリームフレンズが加わったよ。ね、ドリーム神殿で呼び出せるぞー。The Ultimate Choice でも選べちゃう。星の丸々で新しいなんざらマップが出たぞ。などなどです。で、メモリアルイラストも追加されました。まだコンプリートしてないのに増えたぞ。ってな感じらしいです。ね、なのでちょっとせっかくなのでまずはね、100% クリアはちょっと置いといて、あの追加キャラクター少し見てみたいなと思います。トリマトリマトリマ、星の丸丸いきましょうか。うわ、めっちゃ増えたなね。え、多い復権、その闇我が剣の肩にレジェンドオブワールドディロレックアンカイアルクね、マルクね、グーイ、じゃあとりあえずロレックアンカイアルク使ってみましょうか。星のカービィ2ってみんなやったことある？俺、あ、全然記憶ないんだよね。ね、いつかやり直したい。さて、キャラクターですね、ちょっと使ってみましょうか。あの前にね、まず見てみましょう。アニマルフレンズが陸海空に来たよね。豪華トリオで星のカービィ2から大集合。野生の感覚を教えてくれたカナタからの危機にトリプルデラックスなパーティーがせーので出発。トコトコピチピチバサバサ、3人よれば大騒ぎだ。で、使い方です。何これ、B ボタンリックファイヤー、ダッシュ B でリックストーン、ダッシュ空中 B で空パラソル、空中 A で羽ばたき、羽ばたき後に空中 B で空カッター、下 B で、跳ねる。今度水中にあるとカインになる、カインアイスで冷凍カインで、ね、お守り袋を振り続けるなどだなどでーすね。まあこんな感じですかね。ほう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 、ちょっとやってみましょうか。属性系の技があるとですね。くるくるくるストーンで、ね、ピッチ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 クーパラソーンで、こことかなんかね、今までなかったんだよね、このところ。うわぁ、カインピチピチピチーって。ね、まあ、こんな感じですかね。おぉ。で、よいしょ、ドリームフレンズも一応出すことができるって感じ。よいしょ、意外とね、やっぱ使ってみて思うのは強くねえかなっていう。ね、これ、風と炎、メラーガの2つの技を使いこなせるってことだよね。え、水も使える？いけんのかなこれって。イエーイゲット、イエーイゲット。カインだけ一番出番ないんじゃねえかなってちょっと心配になっちゃうよね。で、これアルティメットフレンズでさ、お供で1体いればメラーガとかなんかいろいろつけれるから強いんじゃねえのかなと思うんだけど、どうでしょうかねこれ。うーウェーイ、切れるし飛ぶだけでバッサバッサバッサって。で、カイーン。メタナイトと一緒で当たるだけで風の能力はあるって感じかな。焼き払え、よし、強いぞこれ。あれ、これっていけるのかな。やった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 、水ピッチ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 。え、これってなんか専用的な感じなのかな、ステージ的には。おら、バッサ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 で燃えろー。あーあー、下行っちゃった。あ、燃やすのかこれ。痛い。火をつけてカッターで切る。あー、切れない。え、切ってからすぐ火つけ、あれで、あ、炎の両方つけないとダメなんだこれって。え、どうなんだこれって。バーカーリング、いや、カーリングなるんかーいって。そういうのあったんだな。まあ、一回これちょっと飛ばしますわ。切りつつ火つけなきゃいけないってやつなんだね、あそこは。まあ、ちょっと軽く戦いたいなと思います、ボスとか。行こうぜ、上まで。ね、俺にお供はいらねえ。ピッチピッチピッチ。ストーン転がれ転がれ。
よし、これこの転がるの好きだったな昔。いや、何だかんだ言ってカービィ2やってたな、これ。リック・カイン・クーは使ってた記憶あんだよ俺、ゲームボーイで。ゲームボーイ版カービィね。でも一番俺やってたのカービィ3だった気するからね。俺グーイがすげえ楽しみなんだよね、正直言って。グーイ、グーイってみんな覚えてる？ダークマター族でしたっけ、なんかダークマターのなんかだけど仲間になってるみたいな、そんな感じだったんだよな。とりあえずあのウィスピーウッズ倒すまで行こうぜ。このままウィスピーちゃん、ウィスピーちゃんだからあのウィングみたいに高速で移動できてなおかつ強いっていうね。うわ、早い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 だから普通に強いと思うんだよね、ほんと。ビッグカイン食うわ。でカインいるから水の中でもバチバチ泳げるっていうので相当強いと思うんだけどな。まあ、とりあえず気にせずダッシュ行きましょう。まあ、ボスまで行くか、パッと。さあ、ここウィスピーウッズのとこだよね、確か。ウィスピーウッズ会いに行こうぜ。決してバーニングレオを連れてるのには意味はありませんよ。うわー、焼けろー、うわー、うわー焼きリンゴやー、焼けろー、うわー焼けろー、うわーかわいそう、かわいそう。どんまい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 。ウィスピーウッズいいことあるよ、いいことあるよきっとね。はい、てな感じでした。リック・カインくんね、使ってみた感じ面白いね、やっぱ良きですね。はい、じゃあ次マルク見てみようぜ。マルクくん、マルク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 やばいでしょ絶対。銀河に願い、いや銀河に野望をね、星をなんだろう、うん、世界征服をしたい、宇宙を制覇したい、そんな思いがあります。ラスボスです。マルク見てみましょうか。僕を差し置いてなーに計画してるのさ、ほっ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 と。スーパーデラックスから同源のラスボス許してちょーよと、まさかの参戦。カナダの星から危ない匂いを嗅ぎつけて僕を混ぜるのさと、銀河を目指して玉乗り進む。さあ B ボタン玉乗りで、玉乗り中に B で玉蹴り、玉乗り中に長押しして角度を変えたりできるね。で、ダッシュ B、玉蹴り、シュートした B で、仕掛けピエロ玉。敵のそばまでいたずらキックの、空中で跳ね。で、きらめきの跳ね中に B 離すと口からピエロ玉。きらめきの跳ね中に B 投げ押して、ブラックホールね。ダッシュ空中した B で、切りもみマルク。多くない？ちょっと待って。空中した B で、まっさかマルク。地面、まさかマルクで地面に飛び込むシャドウアッパーで突進、突進中にはちょっと待って、めっちゃ覚えられへん、こんなこんな覚えられへん。とりあえずやってみましょうか、いろいろと。え、玉乗り、玉乗り、おーおーおーおお、玉乗り、玉蹴り、玉乗り、玉蹴り、で玉乗りから玉蹴りの角度変えれるか、これが。でダッシュ、ダッシュシュート。このボール結構残るな、しかも。で、球置いたりできる。うえーうわー、こんな感じ。え、ちょっと強くないこれ。ブラックホールなんでバリアでいいか、こいつ。で、アッパー。え、強いでしょ、これ、完全。マルク、いろいろコンボできるから普通にやばいと思う、これね。なやこいつだって、えい、君がボールさーっていう、ひどいねそれ、あなた。え、飛んでる最中、ってボール投げれんの？ちょ待って、ブラックホールブラックホールこいつやばいだろマジで。強さぶっ壊れでしょ今思えば。これってワオアッパー、すごいことなってんなこれ。さあ、素早さアップ、ありがとうございます。マルク、え、もうわざ全部見たっけ俺。見てないのあるから、ちょっと見てみましょうかね。
ブラックホール口から PL 弾もやって、切りもみマルクもやったでしょ、やったかな、空中下火で、で邪道大臣も回ったまま突進中にで上下やってないかな、で上下、あこれかウェイズね、ウェイズ、うわーマルク何死んでんの、なんかやっぱね、今マルクのステージやってるんですけどね、マルクはのステージはなんか他のキャラとはやっぱなんか少し違うよね、こんなステージなかったもん今までね、え強すぎひんかマジで、これこれやばくないか本当ね、だって普通に考えても強すぎ大問題でしょこれね、何これ、フレンズ能力、あ今のやつをフレンズにして、なんかあんの能力、おう、うえい、バリッカマルク、えマルクがバリッカになっちゃうんだそれ、おもろ、これあれやな、ダッシュ投げ、あ来た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 、へえマルクちょ待って、マルクさ、ラスボスだからってさ、スーパー優遇されてないこれ、いや強すぎる気がするんだけどこれ本当に、ねえあかんでしょそれ、これ4人おらへんからな、連れていこうか、よし、ちょメラーが来るよ、メラーがメラーがマルク、よしじゃあ行くか、とりあえずウィスピーウッズが試し撃ちなんでね、マルク列車の始まりよ、マルクがこんなことしてるなんて、いやっうお前帽子なくなった、トレンドマークなくなんな、まあええけど、じゃあちょっとあのピャッとあのウィスピーウッズのとこまで行ってきますね、マルクですね、まあ、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、やばくないですかこれちょっと思うんですけど、この攻略方法がもうやばくないですかこれ、道中これずっとさっきからこれで進んでんだけどさやっぱぶっ壊れてるマルク、やばいよこれ、本当強すぎるんだって本当に、よっしゃ、さあウィスピーウッズが多分この先だったと思います、で、あ、もうちょっと先だ、この上だ、さあウィスピーウッズの元まで行きましょう、ロロ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 邪魔ですよ皆さん、さあ勝負だ、さあ試してみたいのがあれだよね、まあ、ムービーとかでよくあったこれ、ブラックホールブラックホール、あ、マルクブラックホールが強すぎるんじゃないかな問題、一回いくよ、リンゴとか、あ、終わっちゃったよお前ら強すぎる、まあまあええか、まあなんか公式ムービーとかでよくあったんで見てみてくださいね、ブラックホールで落ちてくるリンゴ全部吸い込んだりとかもできる、だから雑魚敵の攻撃全部吸い込めてぶっ壊れてるので、マルクはマジで強いと思います、アルティメットチョイスで多分最強、じゃあ最後じゃグーイ、ここはどこで僕は誰、グググググググイ、星のカービィ3から登場、俺3、お金握りしめてゲームショップ行って買った記憶あるもん、最高だよな、3して3やりたい、グイ、俺弟だからさ、いつもグイだったんだよね名前グイ、よくわかんない、気がついたら星のカービィ3からは酔い込み、何かを思ってキョロキョロニョローンと歩き出す、僕はどこで生まれたの、謎大きい彼が自分探しの旅に旅する理由もわからぬまま行く、ベロ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 でベロ捕食で舌打ちね、グイパラソルしたり、グイバーニングね、グイストーン拡散、ダークレーザーね、またもどきなんですよねこれってね、ダークレーザーね、ダークレーザー撃てます皆さん、ま、ダークマター族と言われてるこの彼は一体何なんでしょうね、本当で、いろいろ技がありますのでちょっとやってみたいと思います、
ベロ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 パラソルストーンバーニングなどなどできます。ベロン、ベロン、うまい昔はグイもね、なんかいろいろできたんだ、能力的には。ベロンで、ゴアオ、パラソル、バーニング、ダークマターもどき、ダークマター、残酷のレーザーよ、たくさんビームこれもうダークマターでしょ、完全。この子、この子悪い子ですよ、皆さん。ねえ、ラスボスの風格ありますよ、どうしますかこの携帯見たことあるもんよね、みんな。で、グーイも強いぞ。空中でやっぱ暴れ回れるっていうのがすごいよね。これって星のカービィ3のマップなのかな、今って。星のカービィ3ね、なんか 100% にするのかね、これ最終的に分かんなかったんで、確か1個の崖ステージがね、各ステージによってなんかしなきゃいけないってとこポイントがあってさ、この説明クソむずいけどなんか達成しないといけないポイントみたいなのがあって、アイテムゲットできないみたいな。それカービィ64だったかな、カービィ64だったかもしんない、この話ね。なんかむっちゃ難かったなって思い出がある、うん、あ、これでウィップと同じように使えるんだね。わお、あ、これベロで取れるのかな、ここって。で、専用ベロ、うまい。あ、なんかアイテムがあるじゃん。グイはいいぞ、みんな。よし、スペースアップ開けてあと見てないのあったっけ。ねえ、話す。ねえ、ちょっとね、グイ本職、パラソル中に長押してくるくるパラオソル、ダッシュでバーニング、下でグイストもやったね、全部ね。守り袋ね、無事、ベローン、ベローン、ベローン。あ、なんて、あそこになんかあるじゃん、また。ちょっと待って、なんかあるの。あ、またあるんだ、そこに。ベロッと。さし、ベロで、ね、アイテムゲットしていっちゃいましょう。え、なんか、グイ、すごい、優遇されてないなんでこんな能力アップこんなあんの、ずるいよね、なんかそれ。ねえ。あ、クレンズ能力。え、なんかくれんの、ほらくれよ。何がこらねんの。ああ、これでぶん投げフレンズ、おお。友達を失ってしまったフレンズたちよ。よし、ちょ待って待って、なんかベロ出そうと思ってもね、なんか走ってバーニングなっちゃうね、ちょこちょこ。ベローンベローンってしようとしたら、ほらバーニング強いからな、やっぱ炎があると。なんか今回のフレンズってみんななんか特殊な能力持ってる気がする。さあ、専用ステージはこれで終わりかなっていう感じですね。よし、じゃあ今からまたウィスピーウッズで試し切りしましょうか。さあ、ウィスピーウッズがいるところまでもう少しとかで行きましょう。移動早えな、ばほら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 、ビームレンダーや意外とビーム威力高いよな。たくさんビーム、痛い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 。何が強いんだろう、このくる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 ってパラソル開いてみたくてもダメージ入ってるよ、これ。え、強くねえか、やっぱこれ。ほら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 、ビーム貫通ついてるよね。痛い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 、強い、ドラー。たくさんビーム、これもね、飛び上がってる股の、ね、部分も飛び上がりにもダメージ判定あるし、無敵ついてるから、これも強いよね。おうす、まあこんな感じでございました。はい、ってことで、各ね、新しく追加されたフレンズ、とりあえず使ってみました。ドリームフレンズです。今日ね、更新すれば皆さんも使えますので、ぜひとも使ってみてください。ストーリーモードでも多分使える。わっ、下のムービーでもグイ出てきたぞ、これ。ね、下のムービーっていうかキャラクターでも、ここにもどんどんドリームフレンズ、あ、カインもいるし新しいパターンも追加されてるのでね、ぜひともこの画面とかでもね、放置して楽しんでみてくださいませ。ではでは皆様、じゃあ終わりましょうか。次回からまた 100% 目指してね、頑張っていきたいと思いますので、最後まで見てくださいませ。おスパイです。じゃあの。